1899年ケンタッキー州知事選挙は第33代ケンタッキー州知事を選ぶために1899年11月7日にアメリカ合衆国ケンタッキー州で投票された選挙である。アメリカ合衆国では唯一現職の州知事が暗殺されるという混乱を呼んだ選挙として記憶されている。1899年まで現職にあった 共和党知事ウィリアム・オブ・ラッドリーは、ケンタッキー州憲法の規定で再選を求める資格がなかった。共和党は、州憲次総長のウィリアム・エス・テイラーを公認候補に指名したが、ブラッドリーは別の候補をしたかったこともあり、選挙戦ではテイラーをあまり応援しなかった。民主党は、ルイビルの音楽ホールで指名大会を開催したが、論争と混乱が生まれた挙句に、 ケンタッキー州上院議員のウィリアム・ゴーベルを公認候補に指名した。しかし音楽ホールの大会でゴーベルの取った政治戦術に起こり、党内で不満を抱いた派閥が自らを正直、選挙民主党と称し、後に独自の指名大会を開いて、元州知事のジョン・ワイ・ブラウンを候補に指名した。投票の結果はテイラーが十九万七百十四票を獲得して当選となり、 ゴーベルは19万1331票、ブラウンは1万2040票だった。ゴーベルが民主党をまとめることができておれば、当選したはずだった。この開票結果については、選挙違反があったという根拠で異議申し立てが出た。ゴーベルが成立させた選挙法で創設され、ゴーベルの息のかかった委員で占められた、州選挙管理委員会が、 テイラーの当選を追認するという意外な結果になった。ケンタッキー州議会で多数を占める民主党はこの結果に起こり選挙違反を調査する審査委員会を創設した。共和党支持者の多い州党部からは武装までした。市民が州都に入り込み選挙結果を民主党に盗まれないよう保護しようとした。審査委員会が 報告書を提出する前の1900年1月30日、ゴーベルが集会議事堂に入ろうとしている時に暗殺者に狙撃された。ゴーベルが近くのホテルで傷の手当てを受けている間に、特別委員会はテイラーに投じられた票の多くを無効にし、ゴーベルを当選とすることを推薦する報告書を衆議会に提出した。この報告書が受領され、テイラーが解任され、 1>, 1月31日にゴーベルが宣誓して州知事に就任した。ゴーベルはその3日後の2月3日に死んだ。副知事に就任していた JCW ベッカムが州知事に昇格し、ベッカムとテイラーの間で州知事の座をめぐって長い法廷闘争が始まった。この裁判ではベッカムが勝利し、テイラーはゴーベル暗殺への関与を問われないためにインディアナ州に逃亡した。 ゴーベル暗殺では合計16人が告発された。このうち5人が裁判にかけられ、2人は無罪になった。残り3人のそれぞれが異例な形で有罪となったが、その後の州知事から恩赦を受けた。ゴーベル暗殺の真犯人は不明のままである。1895年ケンタッキー州知事選挙では、ケンタッキー州始まって、 以来となる共和党知事ウィリアム・オーブ・ラッドリーが当選した。ブラッドリーは自由銀の問題に関する民主党内の分裂に乗じ、また強力な第三の政党ポピュリスト党の候補者ドマス・エス・ペティットが出馬したことも利用し、投票結果では9000に満たない差だったが当選した。この選挙はその後30年間近く続く。 ケンタッキー州での二大政党競合時代の始まりになった。ブラッドリーにとって強力な民主党の敵がケンタッキー州上院で力を得つつあった。ケントン軍出身のウィリアム・ゴーベルが民主党の新青年集団の指導者となり、特にルイビルナッシュビル鉄道のような大会社の敵であり、労働者の味方と見られていた。ゴーベルはよそよしく計算高いと見られていた。未婚であり、 男女とも親友が少なく政治的権力によってのみ動かされていた。ゴーベルは1898年議会会期で上院議長代行に選ばれた。1898年2月1日、後にゴーベル選挙法と呼ばれる法案を提出した。この法では、州議会が指名する委員で構成される州選挙、管理委員会を創設し、委員会は、 州内全軍の選挙委員を選択し、論議のある選挙結果については、裁定を下せる権限があった。州議会は、圧倒的に民主党が優勢だったので、この方はあからさまに、通り優先であり、ゴーベルの画面陰水だと攻撃された。民主党員の中にも反対する者がいた。それでもゴーベルは、党内で十分な支持を確保し、ブラッドリーの拒否権を乗り越えて法制化に成功した。 ゴーベルは、党の指導者として、選挙管理委員会の委員を基本的に自分の都合で、選んだ。三人の信頼できる、民主党員、すなわち、元ケンタッキー州交差裁判所主席判事、W.S. プライア、デイビース軍選出の元アメリカ合衆国会議員、W.T. エリス、元州鉄道委員会委員長 CB ポインツだった。共和党はこの方に対してみ、 訴えを行ってみたが、ケンタッキー州公訴裁判所はそれを合憲と判断した。1899年ケンタッキー州知事選挙では、ルイビルで開催された民主党大会で3人の候補者が指名を求めた。すなわち、ゴーベル、元州検事総長のピーワット・ハーディン、元アメリカ合衆国会議員、ウィリアム・ジェイ・ストーンだった。ハーディンはマウサー軍の出身であり、 ルイビルナッシュビル鉄道の後ろだけがあった。ライアン軍出身のストーンは州内農業関係者が地盤だった。ゴーベルの支持者は外して都市部の有権者だった。党の指名大会が近づいた時はハーディンが有力候補だった。ゴーベルとストーンは力を合わせることがハーディンの指名を阻止する唯一の道であることが分かっており、 両陣営の代表が1899年6月19日に、会して取引を行った。この会合で、ゴーベル側の代表だったユーリー・ウッドソンによれば、ゴーベル支持だったルイビルの大議員の半分が、ストーンに投票することで両陣営が協定書に調印したことになっている。両人は、片方が破れたり撤退した場合は、ハーディンではなく、他方に投票する。 要大議員に促すことになっていた。民主党指名大会は、ルイビルのマーケット通りにある音楽ホールで6月20日に始まった。大会で最初のやることは議長を指名することだった。ストーンの支持者オリエム・ジェームズがデイビッド・レッドワイン判事を推薦した。ウッドソンがレッドワインを支持した時に、ストーンとゴーベルの間の取引が誰の目にも明白になった。ハーディンの支持者は、 ウィリアム・ H ・スウィーニーを推薦したが、ストーンとゴーベルの同盟で、レッドワインを選出した。いくつかの軍の大議員の中身について、異議申し立てがなされた。これらの取り扱いは、資格審査委員会によって決められることになった。この委員会も、ハーディン・フリに構成された。13人の委員のうち、ハーディン支持者は4人だった。資格審査委員会の長引く検討によって、 大議員たちは我慢できなくなり、大議員であろうとそうでなかろうと数百人の人々が音楽ホールに入って大会を妨害しようとした。レッドワインが秩序を保つためにホール内にルイビル氏警察を呼び入れたとき、ハーディンの支持者たちはレッドワインが威嚇戦術を使っていると言って非難した。資格審査委員会が報告書を提出したのは6月23日だった。 大議員に問題があると検討された28件のうち26件はゴーベルあるいはストーン支持者に有利なように採定された。翌24日に正式な指名手続きが始まった。ハーディンは誤魔化されているかのように感じており、指名争いからの撤退を考慮したが、その忠実な大議員がハーディンへの投票を続けていた。大議員のジョン・ストック・デールレイがストーンを推薦した。 ストーンはゴーベルとの合意に基づき、ハーディンが撤退した場合に、ゴーベルが、その大議員に、ストーンへの投票を支持し、党のまとまりを維持することになると信じていた。別の大議員がゴーベルを推薦した時に、その了解が崩れた。ルイビルの大議員が、事前の合意に基づいて、ストーンとゴーベルの間ではかれるのではなく、ゴーベルに投票した時にさらにストーンの怒りが増した。 ストーンの支持者の中には、その報復のために、ハーディン支持に回った者もいた。ハーディンは、ストーンとゴーベルの同盟が破綻したことを見て取り、撤退の考えを捨てた。その後も何度か投票が繰り返され、6月24日夜の時点で、各候補者が投票総数の約3分の1ずつを得票するという状態で、大会は暗章に乗り上げていた。 日曜日の6月25日には検討が行われず、6月26日月曜日に再度大議員が集まった時、ホールはレッドワインの要請に応えた警官で埋まっていた。例が威嚇を避けるために警官の排除を要請したが、レッドワインはその道義を却下した。別の大議員がレッドワインの判断に異議を出し、議会運営規則に違反していると訴えたが、 レッドワインはその道義も却下した。レッドワインの明らかに偏見に基づく判断に起こったストート・ハーリンガーの大議員は笛を鳴らし、歌を歌い、叫び声を上げ、椅子の上に立ち上がって大会を妨害しようとし始めた。投票が行われたが、多くの大議員は何が起こっているか耳に入らず理解できなかったので、投票を棄権した。投票が以前と同じように終わった時、議長は、 ゴーベルが多数の投票を得たと宣言したが、ゴーベルは大議員数の絶対多数を得た時のみに候補指名を受諾するとレッドワインに伝えさせた。その後の投票の試みは同じように妨害され、その日の会合は休会になった。6月27日朝、ホールの中は秩序が保たれていた。ストーンとハーディンはどちらも大会の無期延期を要求した。 この時もレッドワインはその道議を却下し、その後の判断に対する不満も却下した。ストーン側とハーディン側の指導者たちは、前日に言ったような議事進行妨害を行わず、大会の決定に従うと宣言した。投票が進行する中で、ストーンとハーディンは、ゴーベルに対する同盟を結成しようとしたが叶わず、その後も24回の投票で、膠着状態に変わりはなかった。 そこで大議員たちが次の投票で3位になったものを落とすことに同意し、落とされたのがストーンだった。以前は、ストーンとゴーベルの間で分かれていた、都市部の票がすべてゴーベルに行くことになり、一方でストーン票だった、州西部の田園部票が、ハーディン支持に回った。投票結果は相変わらず接戦だったが、アルファベット順の点呼投票が進むと、ゴーベルは、 ストーンのユニオン軍大議員を確保し、それで指名を獲得した。その投票後、ハーディンとストーンの指導者たちが、ゴーベル支持の制約を求めたが、適格条件でそうした者もいた。副知事候補については JCW ベッカムを選んだが、この時点でベッカムはまだ29歳であり、知事になる場合の法定資格である30歳に達していなかった。副知事候補に選ぶ者は、 出身軍の票を自分に持ってきてくれることを期待されたが、ベッカムが生まれた、ネルソン軍はすでにハーディンに肩入れしており、政治ボスのベン・ジョンソンに支配されるところ大だったので、ゴーベルはベッカムを選ぶことを躊躇した。ゴーベルの同僚がベッカムならば、ゴーベルの抱く改良政策に忠実になると言って、説得した。他の指名候補としては、元南軍軍人のロバート・ J ・ブレッキン・リッジ,ジュニアが、 州検次総長の候補になった。この指名によって党内にいる元南軍関係者をなだめることになった。ゴーベルの父は北軍のために戦ったという因縁があった。しかし、ブレッキンリッジジュニアの兄弟で元会議員の WCP ブレッキンリッジに民主党候補を支持するよう説得するには不十分だった。共和党の知事候補になる可能性があるものは当初少なかった。 1896年の大統領選挙で、ケンタッキー州では、民主党候補のウィリアム・ジェニングス・ブライアンが1万8000票差で、制しており、1899年州知事選の、場合も民主党が勝利する、確かな前兆と見ていたからだった。4年間のブラッドリー政権に対して避けられない、民主党からの攻撃に備えるだけでは、興味が持てないというものもいた。 さらにコーベル選挙法のマシーンに敗北する見込みで、尻込みする者もいた。しかし、党の指導者たちは、音楽ホールの大会で演じられた、民主党の深い分裂に勇気づけられていた。現職州検事総長のウィリアム・エス・テイラーが、まず出馬を表明し、間もなく終戦室アメリカ合衆国上院議員のウィリアム・デボーからの支持を確保できた。その後、 コップキンス軍のクリフトン・ J ・プラット判事と現職州監査官サム・エストーンが出馬した。プラットはブラッドリー知事の推薦であり、ストーンは歴史ントン・ヘラルド紙編集員サム・ジェイ・ロバーツが支持した。テイラーはゴーベルと同様に熟練した政治組織者だった。軍大議員の間に強力な政治マシーンを作り上げることができ、使命は有力に思われた。 共和党の指名大会は7月12日に歴ントンで開催された。ブラッドリーは党が真剣に候補者のことを検討しなかったことに起こり出席しなかった。党内の黒人指導者はブラッドリーに従って独自の指名大会を開催すると脅した。これはテイラーが州の西部を代表していたので、いわゆる党内の百合の白人派を代表すると考えられていたからだった。 テーラーは、黒人指導者の一人を高級的な大会秘書官と、し、もし知事に当選した場合には、黒人指導者を入閣させると約束することで、党を一つにまとめようとした。また、ブラッドリーの甥いであるエドウィン・ピー・モローを、州務長官に指名すると約束することで、ブラッドリーを党大会に戻ってきさせようともした。ブラッドリーはこの申し出を断った。監査官のストームは、 テイラーの優れた組織を前にし、党が一つにまとまることを望むと宣言し、テイラーを全会一致で候補者に選ぶ提案を行った。プラット・判事もこれに続いた。その他の指名対象者としては、ジョン・マーシャルを副知事候補に、ケイレブ・パワーズを、州務長官に、プラット・判事を検事総長に候補指名した。民主党議員の中には、 音楽ホールでの大会結果に不満を抱いたままの者がいた。ウィリアム・ストーンはしばし沈黙していた後でゴーベルと交わしていたはずの約束といかにゴーベルがそれを破ったかを公にし始めた。ゴーベルの同僚はこの告発に対してゴーベルを守ろうとしたが、ストーンの話は元会議員の W.C. オーエンズによって裏付けられることになった。オーエンズは民主党員に 共和党候補者への投票を呼びかけ、多くの者がそうすることで、ゴーベルによる、いかなる政治的論争によっても彼を知事にしないように、仕向けた。ルイビルの民主党集団、彼らは、アメリカ合衆国上院議員、ジョー・ブラックバーンの支持者だったが、最初に、新たな指名大会を呼びかけた。それから間もなく、マウント・スターリングで開催された大きな集会で、決定的な形になった。 8月2日に、レキシントンで集まり、新たな大会の詳細を決めることになった。その後にあった大きな集会で、二度目の大会が持たれた場合には、元州知事ジョン・ワイ・ブラウンが候補指名を受け入れると発表された。ブラウンは、ゴーベルの支持に回ると考えられたので、この発表は、民主党の中に小ささからぬ動揺を生んだ。レキシントンでの8月2日の集会には60軍の、 代表が出席した。1896年民主党全国大会の公領を裏書きし、1900年大統領選挙では、ウィリアム・ジェニングス・ブライアン候補を支持する決議が採択された。続いて、元知事のブラウンが聴衆の前で演説した。最後は代表団が8月16日に指名大会を開催することに合意した。ケンタッキー州120軍のうち、 108軍の代表が大会に集まった。その中には、歴史ントンヘラルド、ルイビルイブニングポスト、ルイビルディスパッチ各紙の編集長、会議員のオーウェンズ、元ケンタッキー州会員議長のハーベー・マイヤーズ・ジュニア、政治ボスのウィリアム・マッコイ、ジョン・ウォレン、セオドア・ハラムがいた。この大会では、集約人候補者すべてのリストを作成し、そのトップに、元州知事ブラウンの名があった。 さらには、音楽ホールでの大会、ゴーベル選挙法、ウィリアム・マッキンリー大統領の政権を非難する、綱領を採択した。ゴーベルの選挙参謀には、上院議員のジョー・ブラック・バーン、元州知事のジェームズ・マクリアリー、政治ボスのパーシー・ヘイリーがいた。ゴーベルは8月12日に、ジャクソン購入地域にある州内でも民主党支持者の多い都市である、メイフィールドで運動を開始した。 ルイビルナッシュビル鉄道について、州外の裕福な企業が、ケンタッキー州知事の選択に影響を及ぼそうと、していると言って攻撃した。テイラーは8月22日に、東ケンタッキーの共和党の地盤であるロンドンで、運動を始めた。その支持者の中には、上院議員のデボー、下院議員のサミュエル・ピュー、ケイレブ・パワーズ、元州知事候補になったトマス・ゼット・モローがいた。モローは、 現職、ブラッドリーの義兄帝でもあった。テイラーは、マッキンリー政権でもたらされた経済的繁栄を強調した。共和党が黒人の奴隷化を支持しなかったことを民衆に思い出させ、ゴーベルを選んだ場合に起きる政治的奴隷化と呼ぶものを支持しないと訴えた。ブラウンは8月26日にボーリンググリーンで選挙戦を始めた。高齢であり、 健康状態も良くなかったために、週に1回までしか演説をできなかった。それでも週内を旅して回り、ゴーベルの自由銀に関する見解について、誠実さを試した。音楽ホールでの民主党大会のことを攻撃し、ジョン・ブレッキン・リーチやラザラス・ダブパウエルのような過去の偉大な民主党員が、そこで起こったような出来事を支持するだろうかと問題に、した。ゴーベルの選挙法については、 加藤政治を生むものだと批判した。ブラウンはあまり票に出られなかったが、その支持者の演説で補っていた。元南軍支持者は民主党にとって害して安全な評伝だったが、ゴーベルはその父が北軍に従軍したために彼らに強く頼れなかった。さらに八百九十五年、元南軍の軍人であるジョン・サン・フォードを個人的な争いの末に決闘で殺していた。このことで、 ブラウンの支持者でアリサン・フォードの友人だったセオドア、ハラムにとってゴーベルは特に花持ちならないものになった。ボーリンググリーンで行われた選挙集会でゴーベルについてケンタッキー州の民主党が大会に集まった時、この偉大な州の知事に黄色い犬を指名する知恵に合わせるならば私は彼を支持するだろう。しかしあなたたちが私を引きずらせない程度にであると語った。 ゴーベルは元南軍支持者からの中途半端な支持に対応するために昔から共和党の地盤だった黒人票に目を向けた。ただし、自党とそれ以上疎遠にならないように注意している必要があった。他の民主党員とは異なり、ゴーベルは車両分離法に賛成していなかった。この法は鉄道施設で黒人と白人の分離を規定するものだった。 黒人の大半はこの方に反対しており、ゴーベルはこの問題について沈黙を守ろうとしたが、クロバーポートにおける選挙戦行事で圧力を受け、客車分離法を支持し、その撤廃に反対することを認めた。テーラーも党内のユリの白派閥を刺激しないために、客車分離法の問題については態度表明を避けていたが、ゴーベルがそれを認める態度を鮮明にした一週間後には、 それに反対するようになった。これが選挙戦の展開点となり、最初はテーラーに冷淡だった黒人が積極的に支持するようになった。ウィリアム・ジェニングス・ブライアン、ゴーベルと州内を回って応援した体制にあったポピュリスト等も州の選挙で選ばれる役人についてすべて候補者名簿を作成しており、これもゴーベルのポピュリスト的基盤を侵食した。ポピュリスト等の考慮は、 ゴーベルのものに類似しており、さらには、ゴーベルの選挙法をあからさまに批判していた。1895年の時に、ポピュリスト党州知事候補だったトマス・ペティットは、ゴーベルを応援したが、他の党指導者はそうではなかった。ゴーベルは自分に対する支持があらゆる方向で弱体化するのを見て、先の大統領候補だった、ウィリアム・ジェニングス・ブライアンに、ケンタッキー州に来て応援してくれるよう訴えた。 グレート・コモナーと呼ばれたブライアンは、ケンタッキー州民の間で特に民主党員や、ポピュリスト党員に人気があった。ブライアンは、最初の要請を断ったが、最終的には州を訪れ、ゴーベルと共に3日間で、州内を動き回り、その支持を訴えた。ブライアンが来たことで、ゴーベルの背後にある民主党を固め、さらに、ブラウンの支持層から目標を奪った。ブライアンが州を去るとすぐに、 ブラッドリー知事がブライアンの辿ったのと逆のコースをテイラーのために遊説し始めた。ブラッドリーは自分の政権のことを民主党の攻撃から守りたいだけだと主張してはいたが、ルイビルクーリエジャーナルの編集者ヘンリー・ワッターソンはブラッドリーが将来上院議員の議席を求めた時にテイラーからの指示を当てにする気持ちがあったことを示唆していた。ブラッドリーはルイビルで 遊説の旅をはじめ、州内の有能な演説者はすべて脱出したので、民主党はその候補者のために演説家を輸入しなければ、ならないと告発した。その証拠として、ゴーベルの元同盟者ジョン・ジー・カーライルからの指示がないことを挙げ、さらに上院議員、ウィリアム・リンゼ、WCP ・ブレッキン・リッジ、ジョン・ワイ・ブラウン、セオドア・ハラム、w c o ウェンズ、ワット・ハーディン、 ウィリアムストーンからの支援がないことも挙げた。また黒人には共和党を見限らないよう奨励した。自分が黒人を内閣の要所に指名したことと民主党が客車分離法を支持したこととを対象させた。ブラッドリーと共和党の指導者であるオーガスタス・ウィルソンが共和党公認候補のために州内を回り、時にはテイラーのために集まった大衆よりも多くを集めたことがあった。 選挙戦の最後の2週間で、ブラウンは事故で負傷し、車椅子を使うようになった。このことは、すでに行き詰まっていた。選挙戦では、厳しい打撃となり、選挙の行方は、ゴーベルとテイラーの間に絞られたことが明白になった。両候補ともに選挙戦の最後の日々は、ルイビルで過ごし、そこの大きな人口が選挙の鍵を握っていることを、理解していた。ゴーベルは、 ルイビルナッシュビル鉄道に対する攻撃を続け、ストライキを行う鉄道労働者を支持し、共和党はトラストによって支配されていると非難した。共和党も民主党も選挙違反や暴力行為がお互いから起こる可能性を警告した。ルイビル市長チャールズ・ P ・ウィーバーはゴーベルハ民主党員であり、選挙直前に市警察に新たな500人を調査し、市内で 有権者に対する脅迫が起きる可能性に備えさせた。ブラッドリー知事は、州内で起きる、いかなる妨害行為にも備えるよう州兵に命令することで対応した。選挙当日、ルイビルクーリエジャーナルに、大見出しは、重権の規制とされていた。選挙当日の11月7日、暴力行為の可能性が取り沙汰されていたが、州内のほとんどは、静かなままだった。 州内で一ダース足らずの人々が逮捕された。有権者の出足はゆるりであり、夜になっても、まだ優劣がつけがたかった。公式開票結果が報告された時、テイラーが19万3714票、ゴーベルが19万1331票であり、テイラーが当選した。ブラウンは1万2040票に止まり、ポピュリスト等の候補者ブレアは2936票だった。 ゴーベルが第三の政党のどちらかに行った票をまとめておれば当選したはずだった。公式結果が発表される前から選挙違反の告発が始まった。ネルソン軍では共和党候補者を WS テイラーとすべきところを1200票が WP テイラーとなっていた。民主党はこれらの票を無効化すべきと主張した。ノックス軍とジョンソン軍では有権者が 薄いティシューのような投票用紙について苦情を言っており、それでは書かれていることが透けて見えた。ある民主党のボスは、ルイビルで周兵が選挙民を威嚇していたので、ルイビルでの投票を全て無効にすべきとすら要求した。ルイビル氏だけを見てもテイラーが約3000秒差で制していた。高層裁判所がネルソン軍の投票は有効と裁定した時に共和党が勝利を得ていた。 しかし、選挙の最終判定は、ゴーベル選挙法で創設された、選挙管理委員会が行うこととされた。州内の新聞各紙は、民主党支持にしろ共和党支持にしろ、委員会の判断を最終のものとして受け入れることを要求した。委員会が審問を行う日が近づくと緊張感が高まり、共和党支持者の多い東ケンタッキーからは武装した男たちの小さな集団が、 シュートフランクフォートに到着し始めた。委員会の判断が発表される直前には、武装したマウンテンマンの数が500人と推計された。委員会は、ゴーベルが支配していると考えられていたが、2対1の表決で、すでに発表されていた選挙結果を支持して驚かせた。委員会の多数意見はいかなる司法権も持っていないので、証拠を調べたり承認を尋問したりできないという、 ものだった。テイラーは1899年12月12日に宣誓して就任した。民主党は怒った。党指導者が12月14日集まり、ゴーベルとベッカムに選挙結果に対する異議申し立てを要求した。ゴーベルは結果を受け入れ、1901年にアメリカ合衆国上院議員の議席を求める気持ちに傾いていたが、党指導者の考えを入れ、 委員会裁定に異議を提出した。州民主党の議長アリー・ヤングは、州議会の民主党議員総会を1900年1月1日に招集した。この総会の結果として、JCS ブラックバームをアメリカ合衆国上院議員候補に、ゴーベルをケンタッキー州上院議長代行に、サウストリングルをケンタッキー州下院議長に決めた。州議会が招集されると、 民主党の議長候補が選出された。民主党は両院ともに絶対多数を支配していた。副知事のマーシャルが上院に委員会のリストを提出したが、上院は19対17の表決でこのリストを棚上げし、ゴーベルが用意したリストを承認した。同様に下院でも委員会のリストがトリンブル議長によって提出され、40の委員会が承認されたが、どれ一つとして、 共和党が多数のものはなかった。ゴーベルとベッカムの選挙結果に対する異議申し立ては1月2日に衆議会に提出された。翌日、議会は異議申し立てに含まれる陳述、中でも選挙違反や有権者に対する違法な軍隊による脅しなど調査するための審査委員会を指名した。この委員会の委員は無作為に選ばれたことになっていたが、 その無作為に作為があった可能性が強く、わずか一人の共和党員と十人の民主党員で構成された。議会の構成を考えれば、共和党員が四人ない四五人は入る可能性があった。規則に関する合同委員会が、この審査委員会は、衆議会の意図で報告するものであり、一旦所見が提出されれば、議論は制限され、報告は、 議会の合同会議の評決に委ねることを推奨した。また合同会議は、週刊通りの副知事ではなく、会議長が議長を務めることとされた。少数党の共和党はこの条項に抵抗したが、多数派民主党が、その反対を押し切って成立させた。州内の共和党員は、審査委員会が、 ゴーベルを州知事に当選させるだけのテーラー票を無効化する提案を行うと予測した。東ケンタッキーからさらに武装した男たちが州都に溢れた。テーラーは、些細な出来事でも暴力さ汰に発展することを認識し、それら男たちに故郷に戻るよう命令し、多くが命令に従った。それでもに、300人が残って審査委員会の結論を待った。 審査委員会に証言するために証人として残った者もいた。共和党の証人の中には地元の警官に逮捕された者もいたが、その警官は大半がゴーベルの支持者だった。テーラー知事は逮捕された者たちが逮捕時に警官に物を奪われたと主張していることを挙げ、彼らの何人かに恩赦を出した。共和党員の多くは、 隠蔽武器傾向の容疑で逮捕されることを避けるために、公然と武器を傾向するようになり、市内の緊張感を増したが、実際に地元警察に逮捕される人数は減った。ハーパーズ・ウィークリーに掲載されたゴーベル暗殺のイラスト1月30日朝、ゴーベルとその友人2人が集会議事堂に向かって歩いているとき、一発の銃声が聞こえ、ゴーベルが負傷して倒れた。 ゴーベルは近くのホテルに運び込まれ、傷の手当てを受けた。兵士が通りに溢れ、議事堂の入り口は閉鎖された。挑戦的に審査委員会はフランクフォート市役所で開催された。委員会は厳密に党派の構成に従い、ゴーベルとベッカムが合法の多数票を得ており、それぞれの役職に就くべきであるという多数、意見報告書を採択した。 この委員会の会合から1時間かそこらのうちに、テイラーは暴動状態にあると宣言し、周兵を召集した。テイラーは、州議会の特別会期をフランクフォートではなく、共和党員の多いロンドンで召集することにした。それが安全な場所であると主張していた。反抗的な民主党議員がロンドン召集を拒否し、まず集会議事堂で、その後は、 フランクフォートの公的な場所で集まろうとしたが、それらの入り口は武装した市民によって封鎖されていることが分かった。1900年1月31日、彼らは密かにフランクフォートホテルに集まり、共和党議員は一人もいないままで、審査委員会の所見を認証することを表決し、ゴーベルを知事にするだけの票を無効化した。ゴーベルが先制就任し、即座に周辺には、 解体を命じた。衆議会にはフランクフォートで再度召集を命じた。共和党系の州兵が解体を拒否し、対抗する民主党系の州兵は、集会議事堂前の芝生を囲み、内戦の可能性も見えてきた。テーラーはマッキンリー大統領にケンタッキー州の状況を報告した。連邦軍による干渉を求めるのは思いとどまり。 マッキンリーは、ケンタッキー州選出連邦議員団に、そのような干渉が起こるとすれば最終手段としてである、ことを保証した。共和党議員は、テイラーの招集した2月5日、ロンドンでの集会に応じる準備をした。一方民主党議員は、先の集会の広報性に関する、いかなる疑問にも対応するために、この時は、州兵が入り口を守っていなかったので、 集会議事堂で会合を開いた。この会合でサイドゴーベルとベッカムが選挙の勝者たることを宣言する多数意見報告書を採択した。ゴーベルとベッカムが改めて就任した。テイラーはその知事としての権限がこの時も認められているかを試すためにノット軍で古殺の罪に問われた者に御社を発行した。この御社は適切な軍役人の署名を受けたが、 刑務所の役人はその男の釈放を拒絶した。テイラーがその囚人を移すために周辺を派遣する、恐れがあったが、その釈放を行使する、それ以上の試みはなかった。テイラーは、その執務室で厳重な護衛下に生活を続け、ゴーベルの暗殺犯逮捕に、懸賞金を出さないと批判を受けた。これに反応したテイラーは、フランクリン軍の役人からそうする要要請を、 受けていない状態では、懸賞金を提案する権限がなかったが、自費から500ドルを出して、懸賞金を提案した。ゴーベルはその傷がゆえで2月3日に死んだ。現在までのアメリカ合衆国の州知事で唯一、就任中に暗殺されたものとなっている。この選挙で、最も議論の対象となった人物である、ゴーベルが死んだことで、いくらか、緊張感が緩み始めた。 両陣営の指導者たちは協定書を起案し、それによって、テイラーと副知事のマーシャルが、それぞれの役職をおり、その代わりにゴーベルの暗殺に関しては、いかなる行動に対しても卒追免除とされるというものだった。衆兵はフランクフォートから撤退し、ゴーベル選挙法は撤廃され、より公平な法に置き換えられた。テイラーは、その同盟者が合意したにもかかわらず、 協定書への署名を拒んだ。しかしフランクフォートでの議会開会制限は解いた。JCW ベッカム、ゴーベルの死によって、州知事に昇格した2月19日に、州議会が召集された時、二組の役人が主催しようとしていた。マーシャルとゴーベルの副知事、JCW ベッカムが、どちらも州議会上院を主催する権限があると主張した。テイラーはベッカムが上院で、 いかなる権限も行使しないよう訴訟に訴えた。ベッカムは集会議事堂と行政不備ルの所有について逆提訴した。この事件は統合され、共和党も民主党も選挙の裁定を裁判所の判断に委ねることで合意した。3月10日、第一審の巡回裁判所がベッカムと民主党有利の判断を出した。当時ケンタッキー州の最終審だった。 高層裁判所も4月6日に6対1の評決で、巡回裁判所の判断を指示し、合法的にテイラーとマーシャルを罷免した。テイラー対ベッカム事件と呼ばれた、この事件はアメリカ合衆国最高裁判所に上訴されたが、最高裁判所は連邦に絡む問題がないとして、この事件に干渉することを拒否した。最高裁判所で唯一反対意見を述べたのが、 ケンタッキー州出身の売席判事ジョン・マーシャル・ハーランだった。ゴーベル暗殺に関しては16件が起訴されており、その中には退位したテイラー知事に対するものもあった。1900年5月、テイラーはインディアナ州インディアナポリスに逃亡し、インディアナ州知事のジェームズ・ A ・マウントが裁判のための身柄引き渡しを拒んだ。他に3人が共犯証言者で起訴された。 16人のうち5人のみが裁判まで進み、そのうち2人は無罪となった。最終的に3人がゴーベル暗殺で果たした役割により有罪とされた。テイーラーの州務長官、ケイレブ・パワーズは暗殺の背後の首謀者として告発された。北ケンタッキー出身の事務員ヘンリー・ユートシーは暗殺者を助けたと言われた。クレイ軍の流血抗争に参加したジェームズ・ B ・ハワードは 実際の暗殺者として起訴された。検察の推論によれば、ゴーベルを暗殺した銃弾は、集会議事堂に隣接する建物の1階にある州ト務長官事務所から放たれたことになっていた。しかし、告発された者たちに対する証言の多くは混乱しており、そのうちのいくつかは後に偽証だと分かった。州の判事の多くは、ゴーベルを支持する民主党員であり、陪審員は、 民主党支持者で固められていた。しかし上級審の多くは共和党員であり、低級審で有罪となった者も多くは逆転され、差し戻された事件もあった。ハワードは裁判にかけられ、1900年9月、1902年1月、1903年の4月の三度有罪判決が出た。最後の控訴が失敗し、終身刑を宣告された。 パワーズも1九百年七月、1九百一年十月、1九百三年八月の3度有罪となり、1九百七年十一月の四回目の裁判は、評決不能で終わった。1九百八年、パワーズとハワードは、共和党知事のオーガスタス・ウィルソンから恩赦を受けた。その数ヶ月後、ウィルソンは、元州知事のテイラーや、その他まだ告発中のもの数人にも、 御社を発行した。この御社はあったが、テイラーがケンタッキー州に戻ってくることはほとんどなかった。インディアナポリスでは保険会社の役員となり、1928年にそこで死んだ。ユートシーはその継戦国に対して唯一控訴しなかったものだが、1916年に保釈され、1919年には民主党知事ジェームズ・ D ・ブラックから御社になった。 ありがとうございます。